こんにちは。移動図書館ブックワゴンです。ただいま広場にて図書の貸し出しを行っております。若手社員から意見が出まして、印刷会社だからできることを何かやろうということで、本を使ったなんか支援ができないかということで、移動図書館を今実現に至っています。いろんな支援物資とか、あとインフラが整った後は必ずその心のケアが必要になってくるってことで、まあ、本を通じてのがお手伝いができればいいなっていうのと、あとただ本を送るだけじゃなくて、毎週借りて返しに来るその交流の場みたいなのも作れたらいいなということで、移動図書館になっています。1号車なんですけど、もう新車両ありましてども、仙台市内の14カ所の仮設住宅を週に1回ずつの頻度で回らせてもらってですね、当初はもうジャンルまんべんなく置こうって話だったんですけど、お母さん方のご利用が多いのと、皆さん手を動かすのが好きな方が多いので、手芸本は当初よりかなり増やしていろんな活動されているので、それに役立ててもらえればなと。仙台市の宮城仙台子どもの丘さんというところで、もうそのブックワゴンが始まる当初からそのものに対するアドバイスと、あとはこういうふうに毎日乗ってきてくださって、図書館長として現場監督をお願いしてやってもらっています。今年度からは地元の学生と一緒にやろうで、東北福祉大の学生さんがボランティアとして乗ってくれています。あ、はい、ブックワゴンが来たよっていうのをとりあえずなんかここで来て黙々とやってるだけでも気づいてもらえないかもしれないので、参加今回で4回目です。先々週来た時にはここで芋煮会とかもやってたんですけど、その道の区のボランティアの方との関わりとかもあってすごい楽しかったです。はい、芋煮どうぞみたいな。本の好きなお父さんがいらっしゃって、本で出会ったこの本が自分の座右の書になったよって言って教えてくださって、でこの本読んでちょっとまあ沈みがちだったけど、しっかり生きていこうと思うよっていう風にお話しいただいた時は、本ってすごいなと思って、なんか持ってきてたのが意味があったんだなってすごい思わせてもらったので、よかったです。こちらが元気をもらってしまうような、頑張ってねとかありがとうっていう言葉をたくさん言ってくださるので、まあ、非常に励みになっています。はい。